こんにちは、りゃんりゃんです。私と一緒に世界一周妄想旅行に出かけましょう。メキシコで乗り換えてから向かうのは南米コロンビア第二の都市メデジンです。ここメデジンは一年中春の陽気であることから常春の街と呼ばれています。そして毎年7月の終わりから8月の頭にかけての10日間花祭りというものが行われます。花祭り一番の見どころは最終日のパレード。シジェテという花飾りを背負って街を練り歩きます。このシジェテ、軽いもので60キロ、重いものでは100キロを超えているんです。花が美しいだけでなく、重いシジェテを担いで歩く姿に勇気をもらいます。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。